九十九島火避のある弓張岳を望む再会参加は、原始、藤浦孝、作曲、団肉間による還元楽付きの合唱曲である。正式な名称は、合唱と還元楽による再会参加で、作曲の経過により、佐世保市民に捧ぐと、副題が付されている。百六十九年に、長崎県で開催された国体と佐世保市民還元楽団の、 第5回定期演奏会を記念して、再開国立公演を舞台として、佐世保に立派な音楽文化財として残るような曲をという楽団理事長の富永有光からの依頼により、作曲された。同年11月9日に、佐世保市民管弦楽団第5回定期演奏会で、作曲者式により初演された。テレビ長崎において22時台終わりの天気予報の BGM として、 長年使用されていた。また、佐世保市役所においては、毎日15時に流される職員及び来庁者のための、ストレッチ体操の BGM になっていたことがある。2004年12月5日に、アルカス佐世保で開催された佐世保市民、歓弦楽団創立40周年、記念演奏会において演奏され、そのライブ録音が翌年に、再開国立公演指定50周年記念事業の、 一貫として CD 化されており、佐世保市内の複数のレコード店や佐世保観光情報センターにおいて1枚500円で販売されていた。その後、品切れが続いていたが最近になって700円で再び販売されている。また、過去には LP 版で発売されていたこともあった。佐世保市民会館で開催このみほ、唐草がロマンの名家。 長崎物語の名義で提供。ありがとうございます。